詳しくはアディーレ法律事務所のホーム
点は葵タワー15階、浜松支店は浜松アクトタワー18階、そして沼津支店は沼津商連会館第1ビル6階にあります。岩佐先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。借金払い済んでいませんか？東京弁護士会所属アディーレ法律事務所では過払い金無料診断を実施中。アディーレなら静岡、浜松、沼津の各支店で弁護士が何度でも無料相談。まずは0120-316-742、 0120-債務なしに。アディーレ。ちょっとそこまで、アディーレ法律相談室。このプログラムは弁護士法人アディーレ法律事務所がお送りしました。
東名高速道路の上下線とも車の流れは順調です。続いて一般道路の状況です。浜松市内の国道1号線の上りは南区吉松町付近で軽自動車と10トントラックの事故がありましたが、すでに処理は終了しています。通常通り通れるようになっています。静岡市内の国道1号線の上りは葵区長沼で流れが悪くなっています。国道246号線の下りは長泉町下長久保で500メートルの渋滞です。伊豆の東海岸を通る国道135号線の小田原方面への上りは熱海市蘇我浦付近で500メートル流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの松浦がお伝えしました。ありがとうございました。日本道路交通情報センター松浦さんでした。変わってウェザーインフォメーション花倉さん、お願いします。はい、お願いします。静岡県内はこの後も高気圧に覆われるため夕方にかけては晴れるでしょう。夜は上空の気圧のための影響で雲が広がりそうです。午後1時現在の各地の気温です。静岡で10度4分、浜松で10度5分、三島で10度ちょうど、網代で7度9分、御殿場で4度1分でした。各地で昨日と同じくらいの気温になりました。明日金曜日は中部や西部は大体晴れるでしょう。東部や伊豆は朝晩は晴れるものの日中は雲が多くなりそうです。変わって警報注意報です。現在静岡県内に気象に関する警報注意報は出ていません。では各地の今日の詳しい予報です。西部と中部は西の風がやや強く晴れ、夜は曇りでしょう。東部は南西の風のち西の風、伊豆は東の風のち西の風やや強く、東部伊豆の今日は曇り、昼過ぎから夕方は晴れるでしょう。海上の波の高さです。西部、中部、伊豆で1メートル50センチのち2メートル、東部で1メートルのち1メートル50センチでしょう。おしまいに降水確率です。この後夕方6時にかけては県内全域 0%、 夕方6時から日付を挟んだ明日の朝6時にかけて西部、中部、東部で雪または雨 10%、 伊豆で雨または雪 10%。明日の朝6時から明日の正午、お昼にかけては県内全域で雨または雪の確率 10% でしょう。この時間の空模様をお伝えしました。ありがとうございました。お天気花倉さんに伝えていただきました。次の交通情報とお天気は3時ごろお伝えします。ケミックストラフィック&ウェザーインフォメーション、大宮白鳥がお送りしました。安心で全てがお買い得、価格もサービスもスポーティア白鳥、冬物一層売り尽くしセール開催中。ヒノキで作る上質な木の住まい、 J マダン杉森建設では2月6日の中、御殿場市かまどで完成見学会を開催。南向きで明るい光が差し込む22畳の広々 LDK、 家族みんなが集まる温かい空間です。詳しい場所は杉森建設のホームページへ。北朝鮮による事実上の長距離弾道ミサイルの発射通告を踏まえ、政府は今日都道府県向けの説明会を開き、ミサイルが発射された時の速報体制を確認しました。内閣府で行われた説明会では政府の対処方針が説明され、J アラート、全国瞬時警報システムや Mnet を通じて迅速な連絡に努める考えを伝えて、自治体側に設備の点検を要請しました。またミサイルが上空を通過すると予想される沖縄県でも県と市町村向けの説明会が開かれました。発射された場合、アメリカ軍の早期警戒衛星と自衛隊のレーダーで探知し、Mnet を導入している全国の自治体や報道機関などのコンピューター端末に文字情報で伝えます。
で最終調整に入りました。シャープの支援をめぐっては官民ファンドの産業革新機構も国の主導で立て直す案を提示していましたが、シャープは6000億円を超える今回精密工業の買収案を受け入れることを前提に今日のことを決めました。政府は今年夏の世界文化遺産登録を